どうもコネです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回はそれでも歩むは寄せてくる見ていきたいと思います。早速見ていきますので、カウントダウンの後スタートです。はい、始まりました。なんだ歩む、タケルの名前が書いてあった。あれ、漆がいないね。いつもとは違う感じだね。あの段ボールの中にいたら面白いけどね。あれもしかして、あれちょっと待って言っちゃった先にそこに、入れる漆っていうね。あれ、そうね。どう歩む。やっぱ気づくよね。おー、できるか。一番苦手なんじゃないの、そういうの。よし。と。なんで漆震えてんの？逆にびっくりしちゃったの。あら、なぜそんなところに。そっか、ここが物置か。逆にいいんじゃない、こういう物質の方が、物置の方が。想像してる。確かにね、あったかいよね、段ボールの中。そうね。歩む。凶暴猫さん。掃除してる。あら、なんすか。優しいね。ブって言われてる。
できんの？いやー、気をつけてね。届かない。いや、危ないって、それ危ないよ。いやいや、ダメダメ。ぶち当たく、あ、取り替えたの？取り替えたんかい。すごいね。サンタ。来ました、クリスマス。サンタ飾って。そっかそっかそっか。変わらずまっすぐだね、歩夢は。どうですか？上にあります。いやでも取っときたいよね、ジャンプしてる先輩を。終業式か、冬休みね、これから。お、てか23日じゃん、今日。なんすか。あ、てかトナカイも飾ってある。ブラウン管じゃん、しかも。今終わりもって言わなかった？いやいや。わかりやすいな。なんだ。そうね、なんでも。何？何なの？そういうこと？え？そんなの学校に持ってこないでよ。ネットか。
じゃあさ、まあ興味はあるんじゃないの？いや、引き下がっていいんじゃない？うるしい。ああ。はい。何なの？ああ、ホラーか。まあ、違うっていうのは分かってたけど、ホラーだったのね。うるしい。勘違い。面白っ。なかなか勝てないね。駒落ち、そうね。駒落ちって何を抜くかって自由なの？飛車と角とか決まりがあるのかな？あ、緊張してます。漆が。かわいい。棒銀？へえ、6枚落ち。6枚も。そうだね。駒落ちとはいえ、本気の勝負で勝ってほしいね、歩む。楽しんでる。いいね。
いや、ここすごい尺使ってくれるのいいね。なんかリアルで空気感が伝わってくる。どうだ？勝ったよ。これはキュンとくる。そうね、熱中してた。いいことだ。うん。おい！ちょっ。ちょっと、先生。いや、ちょっと、優しいんだけどさ、タイミングですよ。え？なんで？いやいや、え？ちょっと。なんで帰んのよ。あ、そして、タケルと桜子。あ、そうか、この二人もクリスマスイベントが。どうする？サンタとトナカイ、なんか、あの、物質にあったやつと一緒だぞ。うん。うん。いけー。そうだ。よしよし。こんなのたまりませんな、桜子。そしてこっちだよ、こっち。うん。同じところ通ってる。そうね、そうね。クリスマス。将棋の話か。それですよ。それです。聞きたかったんですよ、それが。歩む、それだけなの？ちょっと、あれ、おい、クリスマスは？
遅え、今からでもいいから誘うんだ。あれ、もう年明けちゃったの？年明けちゃ、ああ晴れ日だ。え、で隣、あ、マキちゃんか。おー、いや、いいよ、めちゃめちゃいいよ。甘酒。うん、うーん。鋭いですな。うん。そういえばそうだね。空気が読める。はい、行きましょう。クリスマス一緒に入れなかったんだから。え、ほうほうほう、500円。おお、1000円。二礼二拍手。さあ、何を願ってるんですかの。うん、今？うん、うん、くわー、今年。いやー、そういうことですか。なんと。確かにね。え、今日。おお、漆は今日でした。うん、うーん。かわいいな。うん、あくまでも漆のためを思って願ったんだね。いやー、終わった。いや、今回オープニングもエンディングもなかったですね。めちゃめちゃいい回だった。もう引き込まれたな。まさかあのクリスマス誘えなかったやつを最後にね、ああいう形で伝えるとは。もう今年じゃあ一緒にクリスマス過ごそうって言って、いいね、年内の初めにこう一緒に過ごす、年末を一緒に過ごすっていう、こう約束をするっていうのがめちゃめちゃいいね。はい、ということで同時視聴いただいた方ありがとうございました。今回のエピソードですとか、この動画に対する感想ありましたら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。コネでございました。バイバーイ。